こんにちは、伝え家電プラスの堀です。早速本日もプロダクトを紹介していきたいと思います。今日紹介するのがこちら、リリックスピーカーです。リリックスピーカーというのは名前の通り歌詞が表示されるスピーカーになっております。こちらは Wi-Fi 接続でスマホやタブレットから音楽を再生するんですが、その際に Spotify とか Apple Music とか対応したアプリを使って再生していただくと、このリリックスピーカーがネットを通じて歌詞データから歌詞を引っ張ってきてくれて表示してくれるという仕組みになっております。対応する楽曲に関しましてはなんと240万曲もあります。さらに対応していない曲に関してもメーカーさんのホームページとかアプリからリクエストを送ることができますので、もしそのリクエストが認証されたら歌詞を表示することができるようになるかもしれません。このリリックスピーカーは歌詞の力をもっと多くの人に届けたいという思いを込めて作られました。まあ、人間誰しも歌を聴いてね、勇気づけられたりとか悲しい気持ちを乗り越えてきたんじゃないかなというふうに思ってますので、そんな歌詞の力をより明確に改めて伝えてくれるっていうのがリリックスピーカーの魅力になっております。そんな歌詞の力をより明確に皆さんにお伝えするために独自の技術が用いられております。こちら曲ごとに歌詞のフォント、あとは演出の仕方っていうのが自動で変わるようになっております。こちらのリリックスピーカーが曲調を分析して、その曲が悲しい曲なのか明るい曲なのかっていうのを判断してくれて、自動で考えて演出してくれるようになっております。歌詞のフォントやグラフィック演出の仕方っていうのは無数に組み合わせがあるので、同じ曲をかけても違う演出が毎回自動で入るようになっております。またですね、ネットにつながってますので、そういった演出の仕方っていうのも日々アップデートされておりますので、飽きることなく同じ曲でも何回も聴くことができます。同じ曲を聴いていくうちに、見ていくうちに新たな発見が生まれるなんてこともあるかもしれません。はい、普段から歌詞を気にしながら聴いてるっていう方でも、こんなに視覚化された歌詞っていうのを見たことはないと思うので、そういう方でも改めてこれで聴いてみると、よりその曲を好きになったりするんじゃないかなっていうふうに思います。僕がおすすめするポイントは見た目です。この美しさ、本当にアートみたいなスピーカーですよね。例えるならホームページにも載ってるんですけど、レコードのジャケットみたいなんですよね。よく家にレコードのジャケット飾ってる方いるじゃないですか。僕も飾ってました、昔。でもプレイヤー持ってなかったんですよ。持ってないのにレコード飾ってるってなんかダサいじゃないですか。でもこのリリックスピーカーだったら、レコード持ってなくてもちゃんと歌詞を見ておしゃれにもなる。一石二鳥ですね、まさに。まあなんでこれを見ている僕と同じようなダサい方は、ぜひこれを家に飾ってほしいなというふうに思っております。もちろん音質にもこだわったポイントがたくさんありまして、バランスが良くて臨場感のあるサウンドが聞けるようになっております。細かい音質の詳細っていうのはすごく難しい話になって、僕もあんまり理解できないので、気になった方はぜひホームページで確認してみてください。はい、ということで本日はリリックスピーカーを紹介してきました。こちらのプロダクトは蔦屋家電の音楽コーナーにて購入することができます。またメーカーさんのホームページでも購入できますので、気になった方はそちらを見てみてください。概要欄にリンクもありますので、ぜひそちらから飛んでください。以上になります。ありがとうございました。